メッテニウサ科は、皮脂植物のメッテニウサ木に属する唯一の都画である。主に熱帯地域に自生する11属約60種から構成される。従来、本科はメッテニウサ属のみが属していたが、分子系統学の研究の成果から、当時の黒滝カズラ科のうちの10属が本科に属すことが分かり、整理された。からたらコロンビアナの果実主に熱帯地方に自生して、 樹木や低木といった木元植物として分布している。樹高は、デンドラベーエンジーアやベリビナで最大40メートル、ポーレックイーバセラシアで最大30メートルになる。葉は五星で、葉兵は硬い。数種の葉は乾燥すると黒くなる。果女は、楕円形、または斜めに様々で、タワ性、脇性周酸果樹水上果樹塩水果樹などがある。花は、 両性で時に単性オしべは5本、または4本で、しばしば短くて平らな、花糸がある。メしべは五神川合成で、脂肪は1、または2から3つの脂肪質からなり、糸状、または太い花柱がある。果実は、角果、1種子をつける。メッテニウサカニは11属64種があるとされる。分布は、ラテンアメリカ、サハライナンのアフリカ。 マダガスカル、アジアの熱帯地域、オーストラリア、ニューカレドニアと広い。特に熱帯アメリカで最も多様性が高く、7族37種が見られる。アジアの熱帯地域には3族があり、インド及び中国南部から東南アジアに至る。クイーンズランド州の固有種であるアップデイツ、ブラッケースタイリスはオーストラリアで唯一の種である。ニューカレドニアにも、 アップデイツクルージアイホーリアという固有種が分布する。サハライナンのアフリカとマダガスカルには、ラパハイスタイリス属とアップデイツ属の2属が生息する。最も広い分布域を持つ種は、唯一アフリカとアジアの両大陸に分布する、アップデイツジミジアタである。本家は、元来、メッテニウサ族7種だけを含み、従来の APG 体系においてもその枠組みが、 踏襲されてきたが、2016年の APG4 では、黒滝カズラ木の黒滝カズラ科に属すと、考えられてきた以下の従属がメッテニウサメメッテニウサ科に移された。菊類、メッテニウサエジューラスの種子は、コロンビア北部及び、東部の県住民の食料となっている。他に、南米のポーレックイーバセラシアとアジアのピタスポーラプシスケリーの種子も、食用とされる。 アフリカからアジアにかけて広く分布するアップデイツ。ジミジアタは、材の硬さから、建築資材として利用されるだけでなく、アフリカ先住民には、薬としても重宝されている。ありがとうございます。